セーヌサンドニ県、セーヌサンドニ県、セーヌセインとデニスはフランスのイルドフランス地域県の県である。県庁所在地はボビニー。県内には地名の由来となったサンドニ大聖堂を要するサンドニがある。同地には1998フィ f ファワールドカップのスタジアムとしてスタッドドフランスが建設された。セーヌサンドニ県はパリの北東部に位置する。 その面積は約236平方キロメートルであり、フランスの県のうちでも小さい部類に入る。同様に小さな県である、オードセーヌ県及びバルドマルヌ県と共に、パリの町を取り囲んでおり、この3県は、パリの小さな王冠、ラップチクーロンと呼ばれている。北西部においては、セーヌ川が境界となっている。ウルグーンが及び、 サンドニウンガが19世紀初頭に作られたほか、ベールイコールシュルマルヌとヌイーシュルマルヌとの短絡及び、考えを目的として、1865年にシェルウンガが開作された。セーヌサンドニ県の気候は、パリの気候に似ている。すなわち、西岸海洋性気候に属し、暖流である北、大西洋海流の影響で高緯度の割には温暖である。夏は、 平均気温が18度で、冷量で乾燥しており、過ごしやすく、冬も平均気温が6度程度と比較的温暖である。年間降水量は647ミ、mm、リメートルほどで、あり、それほど多くはない。セーヌサンドニ県は、1964年7月10日の法律及び1965年2月25日のデクレの施行によって、 1968年1月1日に設置された。現在の県北西部、サンドニ軍及びボビニー軍は、かつてのセーヌの24コミューンで、現在の県東部、ランシー軍は、かつてのセーヌイコールエイコールオワーズ県の16コミューンである。セーヌサンドニ県の設置は、パリ市を含むセーヌ県及び、これを取り巻くセーヌイコールエイコールオワーズ県を同時に廃止して、 パリ市を独立させた上で、両県にまたがるパリ周辺部を再編することによって実現された。このような地域の分断は、多かれ少なかれ、ドゴールの政策実施の大きな障害、フランス共産党が存在した、特定の場所の特定の時代、フランス第五共和政移後期における特の政治勢力、ゴーリズムの意図によってのみ、理由を説明することができる。すなわち、 フランス共産党は1935年の地方選挙から小さな王冠の赤いベルトの各自治体において統制を拡大させていたがさらに支持を終え数字にわたってセーヌ県県議会議長の座を保持し続けていたそこでこのような政局を解消するため保守系政党によって暗黙の情報としてのセーヌサンド2県が設置されそこが フランス共産党に領土として与えられたのである。このような情報は、結果として、最も重要な都市開発、特に、ラデファンスやクレテイユが予定され、かつ、パリ近郊における、フランス共産党の影響を低下させるために、計画された、郊外の谷県、オードセーヌ県及びバルドマルヌ県の設置を容易にした。もっとも、セーヌサンドニ県の微妙な県域設定には、 人民戦線の時代から赤いベルトの革新であった、セーヌ県の旧自治体に、左翼議員、特に共産主義者を選出する、可能性が低いことで、有名、セーヌイコールエイコールオワーズ県の自治体を組み合わせる、ことで、共産党の影響力を、他の2県のように緩和するという、保守派の思惑もあった。セーヌサンド2県は3つの軍、40のコミューンで構成されている。 パリ・リール間、パリ・ストラスブール間、パリ・ミュルーズ間の各路線やグランド・サンチュールなどの重要な鉄道路線がセーヌ・サンドに県内を通過する。貨物輸送に限定されているグランド・サンチュール以外の蒸気各路線は TGV、トランジリアン、近郊列車、グランド・リーニュ、長距離列車やラーに用いられている。また、トラムやパリから伸びるメトロも走っている。 ウルグ運ンサンドニウンガ、シェル運ンセーヌ川及びマルヌ川の5つの水路がある。シャルルド・ゴール空港及びルブルジェ空港がある。近年では、近隣の県と比べて、低レベルな教育に近して、失業率が上がっている。2007年8月現在で10.7%。もっとも、工業危機が生じた1970年代における、セーヌ・サンドニ県は、 卓越した領域がしばしば見過ごされていたものの、活発な県のうちの一つであった。セーヌ・サンド2県の GDP は2005年に406億7600万ユーロに達し、フランス国内で7位となった。住民1人当たりの GDP は27,420ユーロであるが、これはフランスの全国平均27,723ユーロよりもわずかに低いだけで、 県別で14位であった。セーヌサンド2県内には6つの商業地等が見られる。サンド2、オーベルビリーおよびサントゥアンパンタン、ボビニー、ロマンビルおよび、ノワジーイコールルイコールセックオルネースイコールボワ、ル、ブランメニルノワジーイコールルイコールグラン。人口は152万2048人。2010年1月1日、現在であるが、 1999年当時は138万2861人であった。2007年においては人口の27.7%が20歳未満であった。40のコミューンで最も人口が多いのはサンドニの10万6785人である。2008年の入児死亡率は1000人あたり5.9人とフランス本土では高い部類である。 移住者のための巨大な住宅団地は特に二つの世界大戦後に建設されスペイン人とイタリア人が1920年から1940年の間にマグリブ等の北アフリカ人が第二次世界大戦後にポルトガル人と近年は中国人、トルコ人あるいはサハラ砂漠よりも南のアフリカ諸国からの移民が入居しているこのような傾向は 1970年代初頭まで、パリの工場に働きにやってきた、フランス国内、ブルターニュ、バスク、リムーザン、オーベルニュ、フランドル、エノーアルザス・ロレーヌなどからの移住者を伴っていたことが、特筆され。パリ、オード・セヌ県及びバルドマルヌ県と同様に、パリ警視庁の管轄下にある、セーヌ・サンド・2ュ県の犯罪、重罪及び経済発生率は、2010年当時、 人口1000人あたり91.1件であった。フランス国内の平均は人口1000人あたり62.17件であるが、近隣のオードセーヌ県では60.5件、バルドマルヌ県では66件、バルドワーズ県では66件である。フランス国内の暴力発生率に関する統計上、ワースト12セーヌサンドに県内のコミューンが8つ、サンドにサントゥアン、 モンフェルメイユ、スタン、ラクールヌーブ、オーベルビリエ、オルネースイコールボワ及びボビニー含まれている。中でもサンドニはフランス国内は元よりヨーロッパにおいても暴力発生率が高い部類に入る。パリでは2008年の強姦事件数1413件で発生率が0.6パーミルと2番目の効率であったがセーヌサンドニ県では 730件で0.5、パーミルと16番目の効率である。身体的暴行に関しては、セーヌサンド2件では23,128件であったのに対し、パリでは27,857件であった。暴行を行うとの脅迫に関しては、2008年において、セーヌサンド2件では3,839件確認されたのに対し、 パリでは5165件であった。2008年の財産犯に関して、セーヌ・サンド2件は、ブーシュイコールデューローヌケー及びパリに次ぐ、ワースト3であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。